神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。イスラエルを知らなければ神様のご計画ってわからない？そうか、僕の信仰の最後のピースはこれだったんだ。エイコおばさんに相談してみよう。タケちゃん、イスラエルのことなら私に任せて。エイコバさん、イスラエルを軸として聖書を見るとき、これまで見えなかった神様のご計画が明らかになります。その最後のピースにやっと気づいたタケちゃん、そこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです。お邪魔します。たけちゃん、お帰りなさい。ただいま、帰ってきましたよ。いやどうだった、イスラエル？いや最高でしたね。いやもう本当に行ってくれてよかった。本当にツアー紹介してくれてありがとうございました。もうとんでもない。写真たくさん撮ってきた？もう今日写真ちょっと見てもらいたくて、それで行ったらもういろんなものを疑問にも思っちゃったし、もう帰ったら聞かなきゃいけないと思って。嬉しい、聞いて聞いて。楽しみに。いいですか、早速？大丈夫よ。写真今日見せてね、たくさん撮ってきたからね。ちょっとこれ見てほしいんだけど、ちょっと変わった服着てる人たちがいて、もう明らかにそれがちょっと普通じゃなくて、例えばこれなんかこう黒い、まあ、帽子も暑そうなのに黒いなんか背広着てたり、ちょっと毛が長かったり、いやこれ不思議な人たちが普通になんか、まあ、こういう格好してる人とこういう黒い服の人たちともう一緒に歩いてるから、いやなんか変わってるなって、もう全然日本じゃ見ないなこういう人はってやっぱり思ったんだけど、なんでこの人たちこういう服着るのかなって。もうこれはもうすごくいい質問で、うん、この黒い洋服っていうのはだいたい中世から始まってるの、うん、で中世の時に、うん、ユダヤ人はこういう洋服を着なきゃいけないって、反ユダヤ主義っていう、もうユダヤ人を嫌うっていうので、もう一目見たら分かるようにこういう洋服を着なさいっていうのが中世で始まったのね。それをユダヤ人であるということを誇りに思っている人たちは、うん、迫害されても堂々とそれを着たの。へー。その時から黒い洋服が聖なる洋服っていうのに変わってきたのね。へー。それともう一つは、私たちは今神殿がない、うんうんうん、神殿がないので、うん、本当に神殿が建ってほしいというその思いと、神殿がないという喪に服すという意味があって、その意味も足されて今は熱心党と呼ばれる、このユダヤ教を熱心に仕えている人たちがああいう格好をしてるの。あ、そういうことなんだ。じゃあユダヤ教の人たちの中でもこう特に熱心な人たちがこういう服の。そう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 。あ、そうなんだ。普通の信者でもただタケ、うん、ちゃんと同じ格好をして、うんうん、そして、神様を信じてる、うんうん、そういう人もいるし、うん、もう確実に熱心で、うん、そして絶対的にこの黒い洋服を着るっていう、そういう2種類あるわけね。なるほどなるほど。
何しろもうユダヤ人っていうのはキリスト殺しって言われてとっても迫害されたので、そのためにこんな黒い洋服を着なさいっていうのから始まったものの、どっちにしても喪に服している、それプラス自分たちはユダヤ人であることを誇りに思ってるのだっていうね、そういう人たちだったんだ、ね、そういう人たちだったのよ。じゃ あのちょっとそのもう一個、こういう帽子みたいな、これもユダヤ人の人たちがよく被るやつなんですか、これ、はいはい、うん、これキッパっていうの。キッパっていうのはこれは祈りを例えてるの。へえ、それは祈る時っていうのは祈りのショールをかぶって、祈る人たちがたくさんいるんだけれども、だけど祈りが終わるとそのショールはちゃんと畳んで大切に袋に入れるんだけど、歩いてる時に「あ、神様！」って言ってしまう時があるじゃない。そういう時にこのショールをかぶっていないで神様に直接裸で、呼ぶっていうのは失礼だっていうので、いつでも祈れるという形でキッパっていうのをかぶってるの。だから祈りを表しているんだけど、それプラスユダヤ人のアイデンティティになってるの。あれをかぶってるっていうことはユダヤ人っていうアイデンティティなのね。そうなんだ。だから、ああ神様っていつでも言えるように。そういうことなんだ。いや、たくさんの人がそれもつけてたし、まあその中にこういう黒い服の人たちが混ざってて、いやちょっと変わってるなっていう感じだったんだけど、じゃあ特にちょっとこれもね気になったんだよね。この黒い人のつけている。このなんて紐がぶら下がってるやつ、あれこういう人もね結構、まあ、プラプラとこうしながら歩いてる人がいるんだけど、はい、これにもじゃあなんか特別な意味がある。これは聖書にこういう言葉があるのよ、うん、民数記の15章38節から読むね、うんうんうん、イスラエル人に告げて彼らが世々に渡り着物の裾の四隅に房を作りって書いてるよ。その隅の房に青い紐をつけるように言え、その房はあなた方のためであって、あなた方がそれを見て主のすべての命令を思い起こしそれを行うため、みだらなことをしてきた自分の心と目に従って歩まないようにするためという掟が神様から与えられているのね。でだからこの着物の四隅、これがその着物の四隅にもこういうのがぶら下がってたでしょ。そう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 、これこれでしょ、これがツイッツイっていう名前なの、そしてね直帰みたいなんだけれど四隅がなきゃならないので、直帰っていうとここ縫ってあるでしょ、ここを縫ってしまうと四隅がないのよ、だからこの四隅にこの房をぶら下げるため、そのために、脇のところは縫わないで、シャツの下に着てるの。これをシャツの下に着て、だけどこの房だけはズボンのところからぶら下げてるわけ、なんで、さっき読んだでしょ、これはあなた方のためですって、見るたんびに神様の律法を忘れないように掟を忘れないようにって思うためなのね。でこのツイッツイっていう名前なんだけど、これをヘブライ語で書くと、ツイッツイとも読めるし数字にも読めるの。それ数字にすると600、
ヘブライ語のアルファベットっていうのは数字でもあり、アルファベットの字でもあるわけね。だからついついっていうのが600、うん、そしてちょっとよく見て、これ、うんうん、これ8本の紐なんですよ。あ、本当だ、8本の紐、うんうん、それを5つの結び目っていうのを作ってるのね、うんうん、でこの5つの結び目がはっきりと5つって分かるようにこうはならかしてる。ここに1つ、うん、2つ、3つ、うん、4つ、5つ、うん、はい、だからこの5つと8本っていうの、これぶら下げてるものが13っていう意味なのね、うんうんうん、そしてこのチッチっていうのが600、うん、モーセが神様から与えられた律法っていうのが613個はあるの、うん、へえ、それを一つとして忘れちゃいけないよっていうので、この房をいつもぶら下げてる本当に聖書の世界の人たちなのね。なるほど。ちょっと聞きたいんだけど、その律法、モーセの律法って書いてあるよって言われた、その律法っていうのは何ですか？律法っていうのは法律、簡単に言えば法律なのね。法律、うんうん、法律なんだけれど、人間が作った法律ではなくて、うん、神様がご自分の法律をモーゼを通して人間に与えてる。だから、うん、この法律は神様の法律で、人間が作ったものじゃない。神様が作った法律を律法って呼んでる。呼んでる。それを一つとして忘れるなよと言われてる。でそれが聖書の中で今も数えることができるんですか？今も数えられて13個。へえ。どのあたりに書いてあるんですか、聖書？これの創世記から新命記っていうこのモーセ五書って呼ばれている、うんうんうん、その中の出エジプトから、うん、新命記までの4つの中に、うんうんうん、掟がこう全部入ってるわけなのね。それが613個。勘定するだけでも大変。あ、そうだよね。613個数えて。でもヘブライ語が分かる人は、そのイスラエルの人、ユダヤ人の人はツィッツィっていう名前だけでその613っていう数ももう覚えていられる。もうツィッツィって言えば613ってもう頭にすぐに来る。なるほど。いや、こういうのを下にぶら下げてたんだね、服の下に。そうそう、服の下に頭をこう通して。昔々は上に着てたんだけど、キリスト殺し、キリスト殺しってユダヤ人が随分迫害されるようになったら、外に来てると、あれユダヤ人だって石投げられるので、それでだんだん中に着るようになったのよね。まあ、それでも身につけ続けた、続けた。そして房だけ外に出している。じゃあイエス・キリストもこのティッティを着てた、着てたの。これね、このツィッツィっていうのを、うん、イエス様の時代は外に来てたのよ。まだその時は外に外に来てたのね。ですから前に2本、うん、後ろに2本ぶら下がっているわけでしょ、うんうんうん、でこの聖書の中で、うん、イエス様が水の上を歩かれた時のことを知ってるでしょ。うん、このイエス様が水の上を歩かれた時、うん、ペテロも水の上歩いたじゃないね、うんうん、あの時に、ペテロがボートに入って、イエス様もボートに入って、そこからゲネサレの地に着いたって書いてあるんだけど、うん、ちょっとその部分読んでみるね、うんうん、マタイの14章の34節から
彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着いた。するとその地の人々はイエスと気がついて付近の地域くまなく知らせ、病人という病人を南元に連れてきた。そしてせめて彼らに着物の房にでも触らせてやってくださいとイエスにお願いした、うん、そして触った人々は皆癒されたって書いてある。だからイエス様がこのチッチを着ていらっしゃったっていうことがここではっきりわかるのね。この房っていうのがこのチッチの先っちょ。でこれを触った人は癒されたっていうふうに書いてあるんだ。すごいね。すごいパワーでしょ。本当にすっごいパワーなの。これはね、613個の神様の御言葉でしょ、うん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 、だからこの613個を信仰で、触るっていうのでパワーがね働くのよ。イエス様も来てたっていうことがはっきり書いてあるんだね。他にも書いてあるのよ。12年長血の患いをしていた女の子と聞いたことある？聞いたことある。レビ記の15章11節には漏出をやむ者が水でその手を洗わずに誰かに触るなら、うん、触られた人は自分の衣服を洗い、うん、水を浴びてその人は夕方まで汚れるって書いてあるのね、うんうんうん、だから12年の長血の患いをしている女性がタケちゃんのことをちょっと触るとタケ、うん、ちゃんが汚れちゃう。そういう意味なのね。だから12年間その患いをしてるっていうことは、うんうんうん、彼女はほとんど外に出れない、人に会えないっていうような状況なのね。その人のことが、うんうんうん、マタイ9章に書かれてるのよ、うん、マタイ9章の20節で、すると見よ、12年の間長血を患っている女がイエスの後ろに来てその着物の房に触ったって書いてある。なぜ後ろから来たかっていうと、実は外へ出て人を触っちゃいけない、うん、汚れたものだから、はい、実はこっそりとその房をうってこう触ればっていうのでね、後ろからこっそり来てるのね。そしてお着物に触ることができればきっと治ると心の内で考えていたからであるっていうすごい信仰が働いてるんですね。そして、22節でイエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘をしっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。すると女はその時から全く治った。でだからやっぱりその信仰でこの神様の御言葉である613個にしがみついた。本当は外へ出てはいけないんだけれども、もうその信仰で、随分彼女弱ってたと思うのよ。12年間だから人はいっぱいいるし、うん、お砂の中を必死な思いでイエス様のところへこっそりと来て、うん、うん、と掴んだ。もうその時のパワーをイエス様が感じられて、それをなんでそんな汚れた体で外にいるんですかとは言わないで、うん、娘よっておっしゃって、うん、あなたのその信仰があなたを治したんですよっておっしゃってくださった、それでもう12年間病気していたのがスカッとそこで治った。
っていうことが書かれているのね、うんうんうん、だからイエス様はいつもこのツイッチを着てらっしゃったということなのよ。そっか、この女性が触ったっていうのはイエス様もこのツイッチを着てた、そのぶら下がってる房に触ったって書かれてあったんだ。そうなのよ。そうなんだ。やっぱりイエス様の着ていた、まあ、服、そして神様の言葉に触ればっていう気持ちがすごい強い人たち、そしてそしたら力がもらえるだろうっていう信仰で、まあ、来たっていうことだったんだね。いや感動するな、本当に。そうなんだ。いや、よく分かって、もっと余計に感動が、うん、分かってきたなと。じゃあこの女の人はそれで治って、まあ、すごい嬉しかったはずなんだけど、その後のことは聖書には出てくる。彼女のことはね、聖書の中には出てこないのよ。聖書の中には出てこないんだけれども、うんうんうん、あの伝説っていうのがあるでしょ、うんうん、で、あのタケちゃんはビアドロロサ行ってきたでしょ、十字架の道行ってきたでしょ。あの十字架の道のところで、うん、第6ステーションっていうの、うん、第14ステーションまであるんだけど、うんうんうん、第6ステーションっていうところで、うん、こう随分坂道を登ってこられるイエス様、もうすっごいムチ打ちを受けてますから、あ、すっごい弱ってらっしゃって、うん、もう一歩一歩夫婦夫婦って登ってくるイエス様、汗だくになってるのね、うん、その汗だくになってるイエス様を見て、イエス様に近づいたらもうローマの兵士が鞭で撃つぞって待っている恐ろしい状況なんだけど、ベロニカさんっていう人が全然その恐ろしさも忘れて、イエス様のところに近づいて汗を拭いて差し上げたっていう伝説があるのね。この伝説の中で、このベロニカさんっていう人は12年の長血を患ってイエス様に娘よって呼ばれて癒されたっていう、あの人でっていうことが伝えられているのよ。いや、それは感動する伝説として残ってるんだね。彼女がどれほど感動して、うん、その後おそらくイエス様にもずっとついてたんじゃないかと思うんだけど、十字架の時にはそのそばにいた人なんだなって思わされる。ビアドロローサもここなんだなって、まあ、考えながら、うん、歩いてきたんだけど、またその伝説もすごい思い出すと感動するね。素晴らしいでしょ。また帰りたいでしょ。そう、また行きたいなって思う。一回じゃ足りないなって思いますね。ぜひまた今度来るので、また別のことを思い出したこととか、もう聞きたいことを聞きに来てもいいですか。あ、もうたくさん質問してちょうだい。もうお友達も連れてきてちょうだい。ぜひぜひ。もう多分ね、一緒にエコボさんの話聞きたい人もいるからね、もう連れてきちゃうかもしれない。ありがとう、また来てね、うん、じゃあ今日はこの辺でまた来ます。それでは今日のおさらいをします。ティッティの四つ身の草は613ある立法の数を表していて、それらに従うことをいつも忘れないために身につけている。2つ目、私たちも12年間長血を患っていた女性のように神様の言葉にしがみつくような信仰を持ちたいですね。じゃあ皆様、またお会いしましょう。シャローン。